本番いきます。よーい、カメラ OK、 動 OK、 役所 OK、 よーい、スタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの岡野です。見た目が良くてある程度スペースが欲しい、組み立て超簡単、おしゃれな横長ラックが欲しい、そんな方におすすめな複合風ラックを紹介します。本当に何でも似合います。開封の儀、はい、ではですね、物が大きいので別アングルでご覧ください。この棚の寸法は横幅80センチ、高さ88センチ、奥行き30センチ、棚板の厚みは3センチです。超簡単な組み立てについて、組み立てはとても簡単です。わずか10分程度で完成できるシンプルな商品です。実際監督はですね、10分ちょっとで製作ができました。そしてこちら SD フックが4つ付いております。ヘッドホンや帽子、小物などをかけることができます。耐久性あり、環境に優しい素材。こちら細かく粉砕した1枚の板状に成形した LP4 使用、洋風和風どちらでもマッチしやすい木目調な棚板です。傷に強く、水汚れが付着しにくく、もし濡れてしまった場合サッと拭き取ることができます。板はかなり分厚い仕様なんですが、見た目以上に本当に軽い材質で持ち運びも苦労はしない軽さです。アジャスターで高さ調整、こちら足はですね、アジャスター付きのためガタつきを抑える効果と、ある程度高さ調整ができます。そして特徴的なダブルメタルデック仕様のため、軽いのに安定性が高いです。クロスバー付きで安定感アップ。こちら取り付けは自由、このクロスバーを付けることでラックの揺れを軽減、また1段目だけですが物の落下を防ぐという役割もあります。それでは最後にですね、監督の使用例をご覧いただきたいと思います。どうぞ。80センチ、3段ラックいかがだったでしょうか。横長でスペースがたっぷり、部屋の雰囲気を崩すことなく調和しやすい北欧スタイル、高級感がありながら意外と軽量なものもおすすめポイントです。この商品興味が出てきましたら、ぜひ詳細をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。動画としてはこちら3つ目の棚の紹介です。めっちゃいい、ちょっとまたフィギュア熱再熱したわ。本番いきます。よーい、ダブルメ